おはようございます。おはようございます。おはようございます。トミちゃん寝てません？あれ、わかんなくて。いやね、朝早いですからね。今何時よ？朝まだ集合何時でした？今日6時です。早い。そんな今日は朝早く起きた今日は、はい、MV 撮影です。わーい。新曲、新曲、新曲です。かよちゃんは初楽曲さんが、はい、初めてです。どうですか意気込み？皆さんの見てたので、はい、言われててすごい嬉しいです。今日楽しみです。ちょっと期待してます。じゃあどんなになるか頑張ります。2023年初楽曲、しかも企画にちょっと絡んでる楽曲っていうのは初ですかね？初ですよ。あ、目は元気じゃないんだよ全然。え、全然開いてないの。いや、今だけですよ。カメラ回ってる間だけ声量です。どういう、もうすぐ着くということでちょっと気合い入れ直していただいて、はい、行ってまいりましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、監督。おい、おはよう。何されてるんですか？おはようございます。今おかげの長靴やってんだけど、黒だったやん。はい、はいはいはい、あらゆるドンキホーテもあったけどね、黒の長靴しか扱ってない。はい。なんで呼ばれたんですか今？なんで呼ばれたの今？俺もう超焦ってるから。監督なのにこんなこともするんですね。そうなんですよ。いつないでください今日。いやもうね、本当に監督やからもうほんまに面白いこと全然できんからね、うん。じゃあ俺も時間ないっつって、時間ないっつって、時間ないっつってのに。だから映すなって言ってるやん。もうやっちゃうから。確かにそれは言われてた。確かに。よし、じゃあ頼みますね今日。はい、頼みますよ。もうみんな出るから今日は。はい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 、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、始まりました MV 撮影。シャイレーン、はい、朝から衣装の背中が締まらなかったシュンシュンと。危ない、背中が気をつけない。あ、ギリギリ締まってますね。よかった。え、かわいい、これグッズですか？はい、これグッズのね。本当だ、かわいい。さすがっすね、くれに行くの。ちゃんとね、振ってくれましたけど。これね、もう伊達に3年やってねえわ。ドクロメットエッちゃん缶バッジ、これあれだよね、みんなのもあるもんね。あります。はい、はい、これはあの私はドクロメットとエッちゃんなんだけど、みんなのはなんかペアになってるの？いつも。あ、じゃあ1人かな。1人ずつ。おお、じゃあね、みんなね全部コンプリートしてください。お願いします。お願いします。え、これダンス誰考えたの？あ、私。ああ、私考えたのよ。振付師の方ですか？はい。あ、シュンシュン振付師モード入るとこうなってこうなる。あの、別所か。私の携帯はそこにあるからさ。はい、知らないあの、なんであそこに携帯置いてあるんですか？なくしちゃうかなと思って。あ、もう多分なくしてるみたいな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いっちゃんさん登場。はい、あの、なんか、いいですね、私だけちょっと別に来たんですけど、なんかみんななんかもうスタジオからその格好できたって噂聞いたんで。そうそう、車にこれで乗り込んで。これ乗り込んで本当に出動かと思いました。いや、本当に、あの、大型のバンで出動してます。気合十分だな。今のところエフェクト入れない。めんどくせえ。めんどくせえメイキングで。めんどくせえ。なんか残りカスみたいなやつ入れときますよ。個数みたいな残りカスみたいなやつ入れて。かっこいいね。仕事増やす。全然違かったの。ストレッチしてましたね。はい、自分も戦えるように。やっぱバイト募集とか多分あると思うんですけど。そういうもんなのかな。でも戦えるように、やっぱ全然決して暇だからダイエットがてらストレッチしてたとか早起きじゃなくて、はい、全然出番がないですね今のと。全然、はい、いつでもいけるんですけどね。あー、手やった方がいい。主婦だぞ。強そうに上から打てた。さっき黄色レンジャーと黒レンジャーとドクロメッタに押されました。え、怖かった。助けてください、いちご姫。やめて、そういうことすんの。本当にやめて。でも私も押され
れました。え、押してない。ミミそんなことしないだっちゃ。そういうことする子だったの。しないだっちゃお。しないって言ってる。でもさっき虫にしないしないって。え、それは俺も見た。お前虫死ね死ね死ね。あでもこれか。あこのじゃあ。でおかゆがここにいる感じ。な何が足りない。何が足りないですか今ウームに。はい。ウームに今何が足りないですか。ウームに足りない足りないもの。うん。やっぱ子供心。ははやば最高じゃん。いい、ね、採用マジですか。採用です。採用です。ありがとうございます。2週間研修して分かった2週間研修して分かった今日はですねボンボンチーム総出、もう全員ドクロメットになってますよ。一番右にいる人が今一番この中じゃ偉い人です。ボンボンは総出でねこういうこともやったりします。でもみんな社会人です。特殊な仕事ですね、うん、この学校になんと絶対に開けてはいけない扉というものが存在するらしいです。何それ。これはなんだっけ俺たちメイキングでだけで登場するさチームあった。病院でやったやつ、あれ結構撮ったのにすごいカットされちゃってたやつ。はいじゃあこれもあんまカットされちゃうかな。これいちご姫にカットされるね。いちご姫あんま使ってくんないからな、このボンボン探検台。なんかじゃあ、あ、見てほら不思議な花がようやく見つけました。長かったっすね。長かったね。はい、行こうか。みんなオッケー、バッチリ。今はメンバーのそれぞれのショット撮ってます。そんなヨッチさん、監督するヨッチさんに密着いたします。ミミちょっと呼んで。ミミちゃん買ってるね、おかゆね。はい、今日は本気です。本気なの今日。はい、本気。覚醒しました。覚醒したの。ブラックになれたんで。あ、そうだね。みんな反応良かったね、ブラック。だってね、ショッカーの頃からさ、レンジャーになんないかなっていうコメント多かったね。良かったよ。良かったです。ありがとうございます、うん、監督あね、これから大活躍してね。お願いします。ね、よし、じゃ あ監督今スピード的にはいや全然終わってない。全然終わってない。10分の10も終わってない。10分の10は終わってないでしょうね。それはそうでしょうね。いや、あの1分の1でいいだろ。10割残って1割残って。これ深夜みんな帰れないけど、ごめん。そうでしょ。9割で終わってないって計算。予定あった、ごめん。え、予定あった。今日ちょっと早く帰れるからとか思ってた。そもそも無理だな。すげえ、かっこいいっすよ。かっこいい。バズライトイヤーだ。バズ。バズだ。はい、聞いた。いいっすね。めっちゃいい。何もやってないやつ俺は。何もやってない。俺がエネルギー、エネルギーでろ。エネルギーでろ。エネルギーでろ。さあ、何持ってんですか。今日 MV 撮影でみんなにスタッフさんもメンバーも全員会えるって知ってたのでみんなにパン作ってきました。ほら、市販品の数だけだろ。違う、土日の 10時間以上かけて作って。そんなことしないで携帯探せ。携帯2回乗ってんじゃないか。帰らない。みんなにパン作ってきました。あら、じゃあちょっと配ってもらいましょうか。ダイエット終わったばっかりなんですよ。3種類あって、クリームパンとあのソーセージパンと米粉パンあります。あら、ああ、米粉パンもいいな。米粉パンがいいな。でも米粉パンちょっと。
これつけながら食べてください。ちょっと粉を多くしちゃって硬いかもしれない。じゃあ我が輩はソーセージでもらおうかな。ソーセージ、これあのカスタードも作りました。お中も中の、カスタードも作ったの。すごい、はい、作りました。すごいソーセージパン、はい、うわぁ、はい、いただきます。いただきます。いいっすね。ありがとう。いいじゃん、よっちさんにもソーセージパンがいいって言ってたから。前に行かないと。さあ、行列ができてきた。わー、楽しみ。ちょっとよっちさんに。トミーベーカリー。これトミーの？ソーセージパン好きって言ってたから。マジで？はい、よっちさん用です。ありがとう。はい、食べてください、よければ。ありがとう。ははは、これ手作りすごいね。あの土日に10時間ぐらいかけて3種類全員分作った。10時間、すごいね。量すごすぎて。ありがとうね。はい、よければ食べます。また食べてください。ありがとうね。めちゃめちゃ美味しいだよ。食べる瞬間美味しい。よかった。そうじゃ、ベーカリーは何がいいか。おすすめがいいです。おすすめは一番ソーセージが美味しいんですけど。あ、そうなんだ。その次クリームパンがおすすめなので。米粉パンが最後なんですか。米粉パンでもいいんですけど、ちょっとあの固めかも。米粉パンが一番固めかも。じゃあこれカスタードがいい。あ、はい、どうぞ。確かにクリームパンじゃん。誰がカスタードパンじ。決まりました。いただきます。みんなでせーのさーん。クリームパンっぽいじゃないですか。せーの、いただきます。おいしい。うまっ。え、パン屋さんじゃん。うまっ。おいしい、パン屋さん。え、でも私久しぶりのあのでんぷん感じてるのがめっちゃ甘く感じる。おいしい。めっちゃおいしい。いっぱい食べたい。うん、飲み込むのがもったいない。え、めっちゃ美味しい。うまい。よかった。ドクロメットの休日。あ、なんかちょっと悪いことしてる。悪いことしてる。あ、誰かに好きな人あげるんや。ああ、誰にあげるんだろう。誰だろう。あ、えっちゃん、えっちゃん、そっか、えっちゃん喜んでくれるかな。えっちゃんやった。えっちゃん、ちっちゃ。まずさらっとやめろよ。そういや、哀愁漂う背中でしたよ。マジで。あ、今近くにめっちゃうまいラーメン屋なのよ。マジっすか。絶対並んでるとこ。あ、そんなに美味しい。真っ黒醤油。うん、その真っ黒醤油で濃いかと思いきや、そんなヘルシーなんよ。いいな。うん、見た目はすげえ。あの、ど一番っぽいよ。何を鼻で笑ったんですか。ヘルシーなラーメンとかないだろ。いいだろ別に。いいだろ、味がヘルシーなんだよ。味がヘルシーなんよ。もうちょい体のこっちに。はい、はい、じゃあ行きます。希望を持って帰宅する。お疲れ様です。理想のレンジャーにも遠いけれど夢だけは。あ、オッケーオッケー、大丈夫です。トンボッチでかいよねこれ。つけられる。しかもこれね、立つんよ。わ、すごい。後ろに立たせるところがあって、こうやって立つん。だ、缶バッチというよりは、なんやろな、これ。デカンバッチ。デカンバッチ。わかんない。なんだろうね。なんだろうね、これね。お願いします。はい、ちょっと前から。はい。監督、はい、どうすか進捗。もうやばい、終わんない。え、順調そうな感じ出てませんでした。みんなの前だね。ああ、不安にさせまいと。実際どうなんですか。やばい、今だいたい12時半すぎ。12時半ぐらい。もう12時でしょ、お昼のね。うん、うん、これね、夜中の4時。それも朝。4時は朝、もう言ってない。嘘で。嘘か、よかった。まあ、あのオンタイムぐらいかな。まあまあ、時間通り。予想してた時間ぐらいは。ああ、じゃあ終わるかな。
今日動かすのは、ね、慣れてるからやっぱさすがです。そういうのはねやっぱ、はい、それも長くいるんでねやっぱそれも当たり前です。すごいいいこと言ってるんだろうけど見た目がバカだから何にも響かない。確かにね。ちょっと みんなお弁当食べて。ちょっとじゃあみんなのお弁当取ってきますね。取ってきてよ。はい、はい、ね、これかまぼこかな。かまぼこだった。おかえちゃんは初 MV 撮影、はい、どう今のところ。順調です。おさすがダンスキレッキレだったもんね。本当ですか、うん、なんかでも一発でポッポッと言われるからすごいなって。いやそれはもうおかゆがすごいからよ。え、うん、上手に踊るから、うん、いやみんなも一発でした。これ何ですか。何ですか。かぼちゃ。かぼちゃです。すごい、かぼちゃを食べてみて。なんで。多分ね、おかゆかぼちゃ食べたらかぼちゃダンス踊りたくなるんで。ごちそうさまでした。すごい爆弾落としてた。こんなことしなくていいんだよ。おいしい。かぼちゃよく頑張りました。これ鏡が割れないかもしれないか。一旦じゃあ振り教えますか。バクハツドカンボレンジャー。マジ？あとつけよう。あとつけよう。マジ？全部ここにです。バクハツドカンボレンジャー。披露できる日をね、僕らは楽しみにしますので、ぜひね、イベントでこういう機会があれば